よいしょ。酒好きな新潟人の飲酒動画、今回は第3のビールです。クリア朝日の、初摘みの香り2015って、今12月なんだけど初摘みなんだ。今の時期初摘みなんするんですか。限定出荷、2段階ホップ仕込み、山形県産ホップ使用、アルコール度数 5%。 あー、ビールって今の時期にあのホップって収穫するんですかね。12月だもんね。今12月だもんな。原材料が発泡酒、過去麦芽とホップと大麦とコーンとスターチとスピリッツ大麦になってます。初摘みってこう今の時期なんだね。もう12月どころか、もう新年明けましておめでとうするどころか、まあクリスマスぐらいの勢いだぜ。でもこれつい最近発売されたやつだもんな。うわ、無駄に泡立つなこれ。これ泡嫌いなんだって。あ、クリア朝日、クリア朝日はまあ悪くはないんだよ。薄いけど、薄いけどまあ悪いっていうこともないんだよ。クリア朝日と12月の1日新発売だもんこれ。はあ。2015年収穫の山形県産ホップを使用したクリア朝日です。積み立てのホップを使用することで、クリアな後味はそのままに、爽やかな香りを実現いたしました。ホップの特徴を生かす2段階ホップ仕込みにより、爽やかな香りと爽快な飲み応えが楽しめます。だって。まあ、でもクリア朝日はまあ買うことはほぼないっすね。ないね。ほとんどない、ね。買う、ことはない。乾杯。このなんか、青っぽいのなんか味が。なんか、なんかこれあれだな。エンドウ豆っぽい味するわ。ドラフトワン的な味するな。あ、まずいな。なんか青臭い。なんか。この味嫌いなんだよ。大豆タンパクとか、なんとかエンドウタンパク的なやつの味。結構特徴的なんで。でもこれは入ってないもんね。入ってないのに味がするってことは、やっぱり2015年のその初摘みだからこその味なんだろうかな。なんか、うわ、まずいな。これはまずいわ。普通の多分、クリア朝日の子はうまいんじゃないか。逆に。なんだっけ、あれか、喉越し生か。喉越し生が確かエンドウタンパクじゃなくて、大豆タンパクか、あれ使ってんの。あと、一番まずいと思ったのが、ビールで、第3のビールで俺が一番まずいと、もう吐き気を催すほどのレベルなのが、ドラフトワン。これです。あれも今売ってんのかな？見たことねえんだけど。ドラフト1は、俺が、豪語する、一番まずい、第3のビール。あれだって、吐き消したっていうか、吐いたんじゃなかったっけな？まずすぎて。おえって少なくともえずいたんですよ。まずすぎて。うん。あれは一つ星にふさわしい、第3のビールだったと思います。あれはね、エンドウタンパクっていうのが使われてて、確かエンドウ豆タンパク、エンドウタンパクが使われてるんですけど、あの味がね、もう、
それは受け付けない。生理的に受け付けない。生理的にダメなの。あれは。で、あと、喉越し生も、大豆タンパク使われてるんですけど、あれの味はちょっと受け付けない。いや、でもあれはまずかったね。ドラフト1ね。これ、くそまずいんだ。これ。冗談じゃないほどまずくてね。これはやばかったよ。札幌ビール。多分まだ売られてんのかな？ドラフトはマジでまずかった。これ今もあれなのか。出た、エンドウタンパク。原材料はホップと糖類とエンドウタンパクとカラメル色素。糖類も入ってんのかよ、これ。あ、だからまずいわけだ。道理で。道理で吐くわけだ。だって俺糖類入ってるビールダメだもん。ビールで糖類入ってる。糖類入ってる上にエンドウタンパク入ってる。無理、2個も毛嫌いなやつが入ってるわ。もうダメだこれ。これはマジでまずい。うえ。気分が悪くなってくる。だから糖類とか入れんなと。だいたいエンドウタンパクってなんだよ。普通、大麦とか麦だもわかるじゃん。麦芽とさ、これホップとさ、大麦とかさ、コーンとスターチ、スピリッツ大麦でしょ。大麦とかなまあ、麦だからいいじゃん。なんでエンドウタンパクとか、エンドウ豆関係ねえだろ、お前。大豆と何が、大豆とかさ、麦関係ねえじゃん。麦ですらねえよって。どうなっとんじゃって。言いたいよ。ほんとに。豆じゃんって。なんで豆って。結局コーンが入ってるから、その、あれなんだよね。穀類。で、ウイスキーもほら、コーンとか使うじゃん。コーンとかさ、麦とか大麦とか使うから、とりあえず、穀物だからいいや、みたいな。穀類だからいいやっていう感じなんでしょ。これはマジでまずいんで、おすすめはしませんけど。絶対にまずい。吐きたい人におすすめ。ドラフト1。喉越し生はまあまずいけど、まあまずいけど、まあ二つ星ぐらいだな。喉越し生。でも昔は美味しかった気がするんだけどな、まあ。昔言うてもあれだもんな。俺が17歳ぐらいの時、友達と、打ち上げた時に、喉越し生をノリで飲んでた頃だから。知らん。覚えてない。多分ビールの味なんて、まともに知らん時だから。第三のビールと、そのビールの味。昔はほら、第三のビールが全然、ゴミな時代だったから、ね、もう全然ほとんどその第三のビールっていうのが確立してきたぐらいの、ね、10年前とか、そんぐらいはね、だったけど、でも今はね、本当にね、第三のビールって、俺、ほら、5つ星つけた、なんだっけ、最近5つ星つけたさ、第三のビールあったっしょ。なんだっけ、忘れちった。本当に物忘れが激しい。
あれみたいなもんですよ。今、第3のビールすげえうまくなってるから。ブラウンベルグね。第3のビールでもものすごくうまくなって、はっきり言って第3のビールじゃないレベルどころか、多分区別が俺でもつかないレベルなんで、もうさっぱりわからないです。あれっていうか、なんでこれ？あれ？ああ、いいのか。ブラウンベルグね。もう俺でもね、本当にほぼ毎日ビール飲んでる人間でも、もうわからんから。ブラウンベルグに関してはマジでわからん。あと、もう一つだけあったんだけどね、うますぎて、あ、これやべえなって言ったやつが、一応以前あったんですけど、炭切りっていうキリンの炭切りですね。あれ一回目飲んだ時めっちゃすげえと思ったんだけどね。二回目から味がね、全然違くてね。あれ絶対、あれだな、キリン、味落としたなって思いましたけど。まあ、多分あれ落としたんです。全然違う味になってて。まあ、まあ、そんげことするぐらいだったらね、最初から限定醸造とかにして、期間限定で売ればいいのにさ。通年販売なんかするから、無茶なあれがたがるんですわ、結局。できもしない、通年販売できもしないような、クオリティでいきなり出すから、そういうことです。まあまあまあ。まあでも、昔に比べたら今、第3のビールめっちゃうまくなってるんで。まあ、わからんくもないですけど。でも、昔はやっぱそれなりに、第3のビールってすっげえ薄くて、まずかった。です。めちゃくちゃ。とにかくなんか炭酸でごまかしてるような味だったんです。で、プラス発泡酒もまずかった。うん。発泡酒もまずかった。ほとんど第3のビールと大して変わんなかった。ただ違いは味じゃなくて原材料が違っただけ。まあ味はほとんど同じでしたね。でも今はまあ、もうはっきり言って逆に今はもう発泡酒は買う価値がなくなってる。第3のビールがうますぎて、発泡酒はほぼいらない存在になってる、うん。もう意味ないですね。発泡酒ほど多分もう終わりでしょ、発泡酒は。もう発泡酒はもう終わりですよ。炭霊生消えたからね。うん、あれが一番でかい。炭霊生残ってればまだ分かってたんだけど。もうダメだ。炭霊生が炭霊極上に変わってからもうまずーになって、もうどうしようもなくなったね。うん。マジであれはでかい。もう、発泡酒の代名詞である炭霊生が消えたからね。もうダメですわ。もう発泡酒業界終わりですね。もうこれからは、まあ、第3のビール、どうなるかね。まあ、発泡酒死んだね。でもこれもまずいな、なんか。そういえば最近、二郎ラーメン行きましたけど。まあ、あれはね。思ったほど美味しくなかったっていう。並んで、お前45分ぐらい並んで、さあ、駐車料金400円払って、ラーメン代で700円で、もう、なんだよって、いう話ですよ。マジで。
1100円も払って、あのざまだ。まあ、まずいっては言わないですけど、さすがにちょっと値段と、並んだ時間とで比例はしないですわね。比例っていうか、その、ね、見返りはないですわ、あれは。まあ、ジローよか、インスパイアのイエローがうまい。どう考えてもイエローの方が美味しい。麺がしっかりしてるし。ジロー全然麺ダメだもんね。コシがない。全然。なんか平打ち麺みたいなので、すげえコシなかったもん。なんだこれやと思った。やっぱ新潟のジローはもうジロー超えたね。イエローはね。新潟のイエローはもうジロー超えちゃったんだ、あれ。全然だね。新潟で、ジローに行く価値はあんまないな。ないっていうか、あんまないっていうか、もうない。もう断言してもいい。ないです。ほぼない。一回だけなら行ってもいいと思うけど。二回目はもうないですね。イエローで十分。十分どころがイエローの方がうまいし、安いし。うまいし、安いし。って感じかな。これもまずいですね。これはまずいっす。2332です。ご視聴ありがとうございました。